そうですね、これ自体が食ってくるか。これなら、うん、ここからね、下向かって出てる、はい、これあとこういうね、はい、細かいのこれ取ってちゃうの、これいらないから。この三つ股はあり、これはね、まずこれダメだね、これあまり使えないですか、この中に入ってるのは。みんなこっちに終わってしまう。あー、これもですね、これダメだね。でどうしよう、どうします。じゃあ、こっからでいいですか。お湯を待つよと枯れるんで。でしょうね。で、こっちでいいですか。枯れちゃいましたよ。こっち巻いたんだっけ。こう巻きしたのね、これ。あー、どっちだっけ。こっち巻いたっけ、これ。じゃあ、こっち巻いたことですね。それはゴムですか。自転車のチューブ。自転車のチューブ、これ下、上でいいですか。あ、下、思いっきり引っ張ってね。うん。もう一回、うん、下のやつは何で巻いてるんですか。これラフイヤ、ラフイヤ、ラフイヤ、うん、木のなんか皮ですよ。木の皮、ヤシの木とかバナナの皮、これいいですか。このジーンはもうこれも巻いてるんですか。このこれはね、おまけ、おまけ、これ針金か、これかけられた。あ、これはこの中に入ってるんですよ。中に、はい、あのギブスみたいな代わり、巻いて入れてるんですか。まっすぐ、ここからずっと大丈夫、引っ張って、はい、そう、先生、車は大丈夫ですか。心拍、車の中、あ、大丈夫だから大丈夫ですか。そうそう、結構暑くなってますよ。忘れてた、俺、松田に乗ろうかと思ってた。車を開けてくるかな。あ、そうですね。開くかな、買ってた、これ。ここですか。ここ行こうか。今の話は面白いけど。しまっちゃう、はい、こっちもあれですか。そうです、こっちです。ちょっと頭が今高いんで。似た声だから LINE してこの人落ちたら、いや違うって言ったけど、あれほんそうなんじゃないかな。お前でギータすごいな。あー、こことここだ。でもやっぱりこれ締めだろ。はい、いい、はい、行くよ。あ、ちょっと今先生の手が大丈夫。はい、疲れてたんで
あれまた違うの、ね、こっちにします。ちょっと話す。そうだろう、ね、いい。はい。そうだね。こっちを見せて。そうだよね。じゃないと裏側がなくなっちゃう。こっちはね、浜野先生やってくれたんで。浜野先生がやってくれたんで。浜野入ってきた。あ、結構、ね、ミシミシ。ミシミシって言ったの。はい。話すよ。はい。この辺から。こっちな。ね、あれだ。ここで。ここに来たんだな。だいぶ変わっちゃったね。だいぶ変えましたね。うん、で、もう一歩入れよう。これここ。あ、ちょっと待って。どこですか。水野さんはさ、タバコ吸ってるよ。そうです。なんか、なお、なんか、かまってもらえない。いや、僕、かぶってみよう。どうじゃ、あとここと、ね、ここと、ここ、あ、入ってんだ、これ。はい。もっといけそうな木が。あ、じゃあ、ジャッキで締める。あ、ここが割れてきてるんですね、ここは。あ、そこ大丈夫だ。あ、人が割れただけだよね。はい。閉まってる？あ、はい。大丈夫？はい。ちょっとくるか。あ、それでいいんだよな。まだ大丈夫だね。はい。ポキスタ今いや、あー行ったかな。じゃあこの辺にしとこう。はい、もう一回しっかり閉めて、もうちょっと行っちゃおうか。ここだけ曲がって、なんか、うん、もうちょっと下から曲がるですか、うん、こう閉めちゃう。はい、外すよ。あと枝先で、はい、こっち向けて、こっち流したからね。はい、これもダメだ。これもダメだ。あ、ダメだ。あ、ガッて曲げる時のなんか注意するとことかポイントみたいなのってあるんですか。大きくこういう風に これを保護してないと、うんうん、皮がむけちゃう。皮がむけちゃう。ひねってるやつで、夏はやんないんですよ。夏はね、ちょっと皮がつるって抜けちゃうんだよ。冬やる。こういうの。こうやって、こうやってひねったり、こういうのをやると、皮が抜けちゃうんですよ。はい、水がいっぱいあって、皮がつるって抜けちゃう。ちょっと枯れちゃう。冬だと、水がもう上がってなくて、もう固まってるんですよ、皮が。はい。これその時にやる。これ、こういうひねりを入れてあります。うん、夏はこういうのだったら大丈夫ですよ。上下に曲げたりとか、はい、これひねっちゃったら夏は。こう太い枝曲げるときって、うん、もうこのチューブなんだ、下のこの何でしたっけ、うん、ラフヤ。ラフヤ、うん、で、あと上にゴムを保護して、その上をもう一度保護して、お世話あります。枯れちゃう、やっぱり枯れる可能性はある。ちょっと様子見ないとわからない。あの1ヶ月もすればわかる。1ヶ月、うん、葉っぱが枯れてるから、ね、それでこれで出来上がれば、あの厳しさが出てくる。これ、かかって出てくる、うんうんうん。
こっから次はここかけていいですか。このままかけていいですか。こっちは一緒だから、うん、やっちゃう。はい、あとなんかこれ、これもっとこっちに、これはもうグーッとこう、はい、くっつくぞ、はい、これ俺ラフォー巻いた方がいいや。これはまた、あ、こっち確かめてからの方がいいですか。こっちもう、いいよいいよ、ちょっとまあ来週だわ。来週これがこうなればさ、小さくなる。はい、こう来てこう来る、こう入ってくる。はい、誘導する専属に、はい、これはこう丸だった、丸丸幹、こういう、はいはい、なんか芯抜いてるんですよこれ、はいはい、でこの丸い芯抜いてこれが靴下、はい、2つ割ったんだから、すごっ、すごいですね。で、これとこれを2つに分けた。で、これが生きてる。これで生きてる。ここだけ生きてる。生き見て、これだけで。で、ここもずっとね、心拍が痛めきって平べったここを作っていくんです。はいはい。だからこれも丸はあった、この辺。ずっとこう。丸い形、こんな感じ。これ丸いでしょ。はい、こんな感じだったのか、これ両方削っていったから、この行き道は細ければ細ければいいんですよ、ほら木が細い方が、あの生きてるとことこの死んでるとこのこの落差っていうか、それがはっきり見えると細く作る。だ この木だと丸だとこのぐらいあるわけですよ、はいはい、この直径だから、はい、それをこの板状に削ってる、はい、これはね、ここはさ、うんうん、かっこ悪いんで曲げたんです、この木が、はいはい、普通にやったんじゃなくて折れちゃうから、はい、あの熱加えて、熱、うん、で、ここがあって曲げる、枯らしてから曲げたんですか。そうそうそう、だから、こういうやつをここね、ここを曲げたのと、これ枯れてるところ、うんうん、普通こう、こう手でやるとポキッと折れちゃうから、はい、熱加えて、蒸気で熱が蒸気、で木が少し柔らかくなる、それからかかって曲げる、僕はそうです、これがすごいこうだ、こういう形長かったです。これ10年前に来た時ってどういう形だったんですか。これはね、もっとこうなってた、これが立ってた方に、うん、これをあの下へ、この枝がこっち、この間に来るように、ほうほうほう、曲げたんですよ。こっち来たらおかしいでしょ、これで中側入れるようにした、この中に、ほうほう、内側に。で、こっちの木はどうなってたんですか、最初。これはね、こう丸、それを削っていった。すごいめちゃくちゃ独創的な作品ですね。ボサだとか流れってあるでしょ、はい、こっち流れがこっち側、うんうん、でこれがこっち向いてたらもうこの流れを完全に消しちゃうんですよ、はあ、消さない、そのためにこうこういう風にできるんですね。何こういう、こんな風になるんですね。なって